こんにちは、スノーガーデンゆきです。今日はへこ帯につける帯飾り、帯アクセサリーっていうんですかね、をちょっとね挑戦してみたいなと思って、いろいろ調べていったら、帯が綺麗に見えるように帯板というものが必要みたいなんですけれども、でそれにアレンジを加えて今回作ってみようと思います。材料紹介です。 PP シート、こちらのレース、今日はチュールを使います。パール調ビーズ、ナイロンコートワイヤー、カニカン、マルカン、つぶし玉、ボールチップ、ハサミ、ウルトラ対応と接着剤を使います。縦10センチ、横20センチの長方形にカットします。この角の部分を曲線にカットします。そうしましたら、このレースをつけていきたいと思います。まずこちらの横面ですね、ここに接着剤をつけます。レースをつけていきます。この下にもつけていきます。もう一段つけます。はい、そうしましたら3段リボンを接着剤でくっつけたので、今度は後ろを向けます。でリボンをだいたい6センチ程度でカットします。ここをカットします。でそうですね、2センチ程度と接着剤をこの両端の部分につくようにしたいので、ちょうどこの曲線の部分を除いた、ここを2センチ、ここを2センチですね、この辺に接着剤をつけます。この角は少し浮いた状態でも大丈夫です。ここはカニ缶を通す紐になります。反対側も同じように作業します。これで帯板の方は完成です。レースのリボンと後ろにカニ缶をつける紐をつけました。では次にアクセサリーのこの部分ですねを作っていきたいと思います。ナイロンコードワイヤーを30センチ程度でカットします。ボールチップをワイヤーに通します。つぶし玉を通します。ワイヤーをもう一度くるっと回してつぶし玉に通します。つぶし玉を潰します。こんな感じですね。ボールチップをかぶせて、でこの余分なワイヤーをカットします。1ミリとか2ミリとか本当に際どいところなんですけれども、だいたいそのあたりでカットしてボールチップを閉じます。そうしましたらパール調ビーズも通していきます。はい、そうしましたら8ミリのビーズを30粒通しました。こちらの最後ですねを閉じたいと思います。こちらもまずボールチップをワイヤーに通して、つぶし玉を
通します。で、最初と同じようにくるっと回して、もう一度つぶし玉にワイヤーを通します。で、その時にボールチップにできるだけつぶし玉を寄せて、この輪っかの部分を引っ張るとどんどん寄っていくので、寄せて寄せて寄せながら、でこのボールチップのところに来たら、こちらをキュッと引っ張ってあげます。で、最後はつぶし玉をつぶして余分なワイヤーをカットします。したらパールのチェーンの部分が完成です。あとはカニ缶をつけていきたいと思います。丸缶を開きます。ボールチップの穴の部分とカニ缶につけて丸缶を閉じます。そうしましたら逆も同じようにします。そうしましたら両方にカニ缶を取り付けました。で、先ほど作った帯板にこちらのパールチェーンをつけます。で完成です。では今こちらが帯板がない状態なんですけれども、装着してみたいと思います。こんな感じでこうぐるっとね、ちょっと長くてもよかったかもしれないです。お子様の体型に合わせて、できたらこのもうちょっとこうくるっと回ってもよかったかもしれないです。初めての挑戦でした。ぐるー。あ、かわいいですね。感想どうぞ。いいよ、動画申し訳。いいよ、感想言って。はい。言わないの？なんで？はい、とってもかわいいよ、でも。いい感じじゃない？初めてだからすごくできたと思います。ありがとうございます。はい、じゃあこれ着て、お祭り、レッツゴー。